皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ、まあ前回ね、ここら辺周辺で終わらしてね、まあ寝てる間にちょろっとね、こうね来てたんでね、まあサクッとやってきましたけど、こういうね危ないのがね、まあここにもいるんですけどね。今日はね、まあとりあえず居住区見てみようかというところで、まあこの居住区はね多分関係ないと思うんだよね。まあ、そこからこっちの方、上の方行って、バラモンの拠点の方に向かえたらな、と、言ったところです。ただ、居住区向かうには、ここまっすぐなんですよね。ここ、一番通りたい。そこがね、今、激戦区になってるはずなんで、どう通っていくかなんですよ。こっち回りで大回りした方がいいかもしんないね。ほら。変なのに絡まれる前にね、行きましょう。特にね、解き放っちゃったからね、ブラッドスパイダー。で、なんか奥の方にも走ってんね。あれ大丈夫？やばい、やばい、狙ってきた。やばい。やばい。退治しろ。よし。あー、来た。足速いな。おい。あ、なんで起き上がってきた。ステディ大丈夫か。あ、やべ。ヘッドショットダメージ食らっちゃったじゃん。痛い。あー、やばいね。治療して。ああ、きつい。まあ、ステディが2、3発殴ってくれたから、多少は経験値になったでしょう。さあ、向かおう。よし、向こうやったな。さあ、急げ。で、まあ、あとはね、現地に着けば、あと暗殺者が動くだけですから。なんてことはないですよ。おーおお、向こうもカニさんたちと戦ってますね。誰？ガーグラだ。でかい、でかくねえか、あれ。クラブ、あ、でげえのいる。うろついてんな。この先大丈夫か。よしよし、うまく通り抜けていこう。居住区向こうですね。やっぱね、カニの拠点が近いんじゃないかな。よしよし。さあ、カニさんが見えるね。あそこやっぱ違うね。ブラックゴリラがいる。で、砲台警備たち戦ってんね。キャットさんがあれ戦ってんの厄介だな。上んとこなんだよね。あ、で、あれか。ちょっと待ってね。技術レベル6にしたはずなんだけど、どうなってる？研究終わってんだっけ？あ、研究終わってそうですね。何か研究できるっけ？あれ？終わってるよね。まあいろいろとできてはいるけど、バッテリー出力上級、風力発電機、ダブルバレルハープーンがいけるか。チーン2でいけるね。ちょっともらおうか。ああ、これ勝手に攻めてくるから。あれ、反乱のオフ入ってきてるけど大丈夫？あ、食料あるね。よし。
研究してもらおうか。じゃあ連想式はね、お前のが使えなかった。採石上級、うん、モーター2か。何使うかだな。農業も使うのにいろいろと足りないけど、水耕栽培いらないよね、今のところ。ここら辺開けたいとこだけどね。結局は、破れた本も必要なのか。スミスもこれもノートブックが必要ってだけでしょ、こういう。アドバンスカーボンプロフェッサー。ファーミング。これ水耕栽培だね。特にレベル6にしたけど、そんな覚えることなさそうだね。あー、なんか来てる、いっぱい。ここは、あれか。チャット23さん。よし、ちゃんと仕事しといてね。じゃあ戻ろうか。うん、完全にカニの拠点ですね。労働者、お剣道。アトリー。カニが30いくつか。まあ、倒せなくはないけど、多分。遠距離で叩いていけば。ちょっとめんどくさいね、でも。よし。じゃあ、この居住区から向かって、あれ、リーパーだね。こっちの上かな？クラブ村でしょ？上の方向かっていきましょう。ちょっとリーパーが多いね。奴らに見つかんないようにしていかないとね。あそことあそこにいるね。おお、こっち振り向くんじゃないよ。こっちから抜けるか。まあ、こうやってる間に、ステディには運動能力を稼いでもらってっていうとこだよね。カニだな。で、あれリーパー？また。ちょっと、層が厚くなってきてんね。やっぱこっちだな。あれ、あそこにもリーパーいんじゃん。これ、まともに戦ったらやべえかもしんねえな。あんまし戦いたくないね。何人ぐらいいる？いやー、90とかこんだけいるのはちょっときついよね。100いるし、アイアンクラッド。下手に奴らと戦うことになったら、こちらもね、ちょっと最終兵器を持ち出さざるを得なくなってきちゃうよね。ピークシング向こうか。どうにかして向こう抜けたいなぁ。抜けたいんだけど、ここにもいんなぁ。部隊の乗数4倍だからしょうがないか。3倍か4倍だもんね。さて、目つけられないように頑張っていきましょう。で、こっちの方で上行っちゃう？どん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 横行っちゃう？気がするけど。ところどころ走るんじゃないよ。向こう結構カツオいるんだから。カニさんいるね。最悪このカニとぶつけるという手もあるよね。ちょっと強めのカニさんたちだから。おっと、あれは味方か？素晴らしい。味方がいるじゃないか。こいつらついてきてくんないのかな？いい位置にいてくれた。よし。
偉大なストーブと共にスケルトン。来たわ。行けるぞ。バウンティーハンターがいるけど、まあ、関係ねえ。行くぞ。よし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 。このままリーパーの拠点へ乗り込めるんなら乗り込みたいね。問題は、どこにいるかだよね。リーパーの拠点はこっち側だね。多分。ここまっすぐだな。左戦ってんのは？ブラックドラゴン忍者。よし。急ぐぞ。皆の者来い。ついてこい。よし、いいね。裏切り者めとか言ってるけど、反乱起こされてんじゃん。やばい、何人か持ってかれた。ランドバットとの戦闘に持ってかれちゃった。こっちだ。よし、アーク発見。ここが今日のメインだ。アーク発見したのはいいんだけど、アークの手前に、こいつらがいるんだよね。外回りの奴らとは極力戦いたくないよね。この部隊を突っ込ませるなら、アークに直接突っ込ましたいよね。さて、層が厚くなってきてんね。ちげえのがいるわ。これなんだこれ。くず拾い。くず拾いって言っても攻撃40あるからね。この先アーク、上だな、実質。実質アーク上なんだよな。向こうなんだよな、多分な。ここら辺から上の方上がれないかい？で、こっちに行く感じで、どうでしょう。無事にこの部隊を届けないといけないから。混乱に乗じて戦っていくしかないからね。あったわ。ありました。ここにあったから、まずは外におびき出さないといけない。こいつら邪魔だな。どうすっかな。ここでしょ？アークって。入り口はどっからかな？入り口向こうだね。ただあいつら来てんね。ほら来た。待ってきてる。よし。この状態で、じゃあちょっくら行ってきましょうか。 Go ポートリエ。バラモンを、上に向かっていく途中じゃない。ちょっと落ち着けよ。近くにいないか。いるなぁ。いるね。気をつけないとまずいね。ただね、あそこで引っかかるとやばいんだよね。ちょっともう上の様子だけ見に行くしかねえな。あー、いけ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 。どうだ、どこだ、バラモン。いたわ。埋まってるぜ。おびき寄せろ。やばい。ダメだ。よしよしよし。
ポドリ逃げてこい。ポドリ逃げろ。瞬速で逃げろ。いた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 。よしよしよし。ちょっと待って。あっと。後ろからの襲撃もある。よしよしよし。逃げてきた、逃げてきた。結構来たね。結構連れてきちゃったな。乱戦状態にするしかないね、とりあえずね。で、まずこっち逃げる。で、ポトリエ。一旦待とうか。で、我々もそれなりに戦う必要が出てくると。よし。行け。一枚。さあ行け。さあ。すべて攻撃しろ。行け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 。ちょっとずつ数を減らしていくぞ。切り捨てごめんだ。行け。バラモンどこ行った。バラモンいるじゃねえ。恨みを晴らしてやれ。ちょっと待って、恨み晴らす前に終わっちゃったよ。ポドリエ大好者よ。よし。撃て。ちょっと待て。隠れたな。バラモンが向かった。撃て。よしよっしゃ。残念だったな。うちのグレゴリーの射程に入ってるんだよ。仕留めたり、バラモン。じゃあね、一発で済んだね。射撃中止。担げ。ステディ頑張れ。よしよしよし。ダストどこ行ってんの？ちょっとポトリ担いとこうか。ステディ大丈夫か？行くね。どこ行こうとしてんの、ステディ。ちょっとその先は危ないんじゃない？こいつで我慢しな。行け！当てろ！ステディ。いや、グレゴリーが。一戦していく。ほい。よし。で、ついでに足取れちゃった子とかいないかな。ついていけ。殴れ。当たってない。あ、痛い。痛い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 。よし。ステディボロボロだけど、11まで上がってんじゃね。いいのがいる。それはステディの獲物だ。行け。行け。やべ、獲物取んないで。絶対と取らないで。君たち取らないで。ああ。これもうちょっとでさ、足取れそうじゃない？これ足取れなら有効活用できそうだな。ちょっと持って帰るか。よし。まあ、どいつか足取れてればいいんだけどな。不自由というか、足ポロッと取れちゃってんのいねえかな。
ないかね。死にかけ。ダメだね。いたわ。一品がいるじゃないか。ちょうどいい素材が。どこ行った？あれ？こいつだ。こいしろ。よし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 。行け。ゴンゴン行け。そら。そら。ぶん殴れ。強くなるんだ。ステディよ。君はずっと生かしていくよ。こいつはいいか。攻撃してきたらだ。行け。行け。ガンガン殴れ。もうガンガン上がって近接攻撃上がってきたもん、これ。ほら。一回上がるごとに20ずつ経験値入っても。邪魔をするんじゃねえ。大きい術しとくか。やばい。変なのが起き上がってくる。なんだ、すぐ意識手放して。お前もか。これ狙いどころがいっぱいいるじゃない。ダメだって、獲物取っちゃ。別のとこ行って。お何やろ、としんの前。ダメだって、そういうの。よし。足が取れた。ちょうどいいのがいいな。もう邪魔しないで。よし、邪魔されないならいいだろう。あ、痛い。痛いでしょ。さあ、どう？頑張ってる？ステディ、そいつ終わった？次ね、ここにもいるから。ゴー、ステディ！ゴー、ゴー、ゴー！殴れ、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 殴れ！いけ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 ！だんだんいけ。強くなるんだ、お前は。ほら、ほら。獲物を取らないでくれ。よしよしよし。ああ、逃がすんじゃねえ。こいつは元気じゃねえか。ステディがどんどん強くなっていく。行け。どうした？ステディどうした？ガンガン行こう。あ、痛い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 。なんてことしてくれんだ。なんてことしてくれ。やめろ。よし。ほら。ああ。せっかくステディの筋トレが、ほら。28まで上がった。まあ、報いは受けてもらったかな。生きてんのどいつだ。死にかけ。一匹持って帰るか。一匹持って帰るには、アポートリー起きてんね。ちょっと一旦ポートリー下ろして、ステディをちょっと回復させてあげたいね。ただこの辺りで回復させるのはちょっときついから、安全なところで、ちょっとやりたいよね。よし。で、どこに退却するかだな。どっか、人目につかないとこがいいね。まあ、まずはちょっとステディの回復だな。どっか安全な場所。安全な場所なんてところはないんだよな。こっちの窪地危ねえかな。ああ、向こうもいるね。とりあえずリーパー終わったから、
ここに持ってきたいんだよね。持ってきたいんだけど、一旦どっかね、休める場所が欲しいよね。まあ、人目につかなそうな場所。ちょっと、こっちの方まで来るか。よし。この下なんてどうよ。で、まずここで。キャンプベッド立てます。出血により気絶、死にかけ。で、まずはステディを寝かしてもらって、で、この死にかけも、まあ、応急処置しておこうか。で、ポートリエに持ってってほしいんですよね。これを。ここでちょっとシフトチェンジします。ステディ回復させます。で、ポートリエは？ポートリエ走ります。とりあえずバラモン仲間にしようか。今59だからね、舞台が。あとは、こいつの意識が回復したら、この不自由な方々を、大丈夫だよな。ここ来られちゃうとちょっとやばいけどね。7役いくつか。まあ、こいつが回復するまではまだ時間があるからね。ウェイステーションつったってあれ壊れてんでしょ、多分。買い物できるような場所じゃないよね、そのウェイステーション。あった記憶ねえもんな。ああ、ウェイステーションだった場所だね。やはり。売り物は持ってないね。まあ、お金はあるからいいけど。ブラックスクラッチを売って、弾、買っとこうか。で、ステディ起き上がるでしょ？ちょっと待ってな。ニュームーンはプレイヤーに到着したカルト宗教ですね。やってきましたよ。で、こいつ、おお、びっくりした。君たちついてきちゃうの？契約終了 D をついてきちゃうとさ、やりたいことができなくなっちゃうんだよね。こいつら誰についてきてんだ？ヘッドショットじゃないな。グレゴリーか。グレゴリーだな。グレゴリー外に置いとこう。よし。ステディ台で OK。446秒。こいつを回復させます。不自由な状態だからね。ホーリーコンタクト、防衛、よくやった。あれ？黒が飢餓状態になってるけど大丈夫？飢餓状態っていうか、それ、もう出れない、体大きく、出れなくなってんじゃん。危ねえな。勝手に入ってきちゃダメよ、もう。はい。あ、マジか、動かねえじゃん。担いで。食べてもらわないと困っちゃうね、何か。何か食べるっつってもな、ご飯か。もうお肉ないんだね。
お肉ねえのか。みんなそれなりに食事はしてるっぽいけどね。これにまだ肉が残ってるっぽいね。ちょっとここら辺に行ってもらって、ちょっとあれだな、肉の回収に誰か行ってもらいたいとこだね。こういうところで倒れてるやつらのさ、肉の収集をちょっとお願いしたい。で、ここら辺にもあれを作っとこう。収納容器。ペット用の。餌やり器置いとこうか。で、ゴリラちょうどいいな。ゴリラさんもちょっとそれ取ってもらっていい？ご飯がないから。よし。この中に入るかな。入るね。よし。で、他どこら辺に転がってる？ああ、入り込んでくんじゃないよ。危ないな、まったく。ピクシングいるね。あれ？君さ、砲台警備やってなかったっけ？どっかから落ちたな。シドニーさんモテるね。ちょっと待ちなさいよ。さあさあさあさ、肉回収で、肉置き場ここら辺にあったでしょ。この中にしまってもらって、動物の剥ぎ取りだと肉取らないんだよね、多分ね。こうやってやるとどうなる？運搬中餌やり機ってなるけど、これをやっても、剥ぎ取るで肉剥ぎ取んなかった記憶があるんだよね。まあ、そうこうしてるうちにポートリエの方がもうブラックスクラッチの前にたどり着いてるはずだから、現在クロスボウ屋さんってないのか。あれ？マジで言ってんの？テックハンターのとこだろ？ないのか？ないね。ビープがそこまで来てるか。そっち回っちゃったか。ちょっと待ってたな。ちょっとここだけ取らせてもらっていい？よし。よし。よし。で、やっぱお肉ここら辺に集中されちゃった方がいいか。あ、まだ結構残ってんね。まあワンちゃんたちはね、食べるもん他にもあるから、手足とかいくらでもね。よし。空きがないだって。おい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 、食べて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 。たまにこうやって補給しとかないとね。
せっかく襲撃が来てるんだから。よし。ということで、もう今回ここで終わりにしちゃうか。次回までに、無限ループの、ちょっと訓練でね、ピエロを一級品の戦士に、育て上げておきたいなと、思います。この子ね。まあ、強制的に起き上がらしちゃいましょう。ということでね、とりあえず今回は、ここまでにしましょうか。ちょっと買い物だけしようかな。あ、ベッドもう一個あったね。で、弾の補充。飯の補充。こんなもんかな。飯ね、一応これもあるからね、古代の栄養食あるから。大丈夫だと思うけど、念のためね、多く買っときましょう。そんな感じで、次回までにちょっとステディのね、能力値をね、ガン上げしときたいなと思います。できたらね、できるかわかんないですけど、多分大丈夫だと思う。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。